一個やな。茎ごともぎ取ったんですか？最初茎ごともぎ取りましたね。お、いいね。いいね。落としたら草を。あ、やべ。やばい。やばい。残り25分で、それから草ごと。今収穫の方をやってますね。しっかりとできてます。残りが、2分になります。ジュニアの方は残り2分になります。お激しく取りましたね、今。さあ、小倉工業のチーム。はい、収穫してますね。はい。ジュニアのチーム、ちょっとお願いがいくつかありますので、まだロボット壊さないでください。ロボット後で記念撮影に使いたいと思います。よろしくお願いします。やばい。1のチームですね、収穫の方をしっかりと頑張ってやってくれてます。1回目も無傷のトマト15個収穫してます。15個だよね、はい、15個収穫、うん。で、傷もまあ何個もあるんですけど、今のところ一番収穫した数は多いですね。今のところ優勝候補。残念ながら、そんなものはない。そうですね。ね、はい、よしよしよし、よし、はい、収穫できてみんな喜んでます。はい、ありがとうございます。さあ、ジュニアのチームは最後に北九州高専のチームと北林高の先ほどの、12番のチームですね、風立ちぬのチーム準備をしておいてください。よろしくお願いします。ちょっと えぐれましたね。これ濡れたら滑るかもな。やばいかも。はい。なんか全然出てない。ああ、はい、急行大チーム2回目のトライアル。始めました。はい、予選2位の急行大のチーム、今スタートし始めました。ここのチームが去年は優勝チームでしたかね。そうですね、はい、今石井先生の、研究室のチームなのでプレッシャーが強いと思いますが大丈夫でしょうか。ロボットプレッシャーに負けないでしょうか。どうも、ちゃんと捉えてないですね。なかなか捉えられてないという感じですかね。ということは屋外での環境がなかなかまだうまくいってないという状況でしょうか。おそらくそうでしょうね。なかなかやはり環境が変わるというのはなかなか難しいということですかね。はい、じゃあジュニアの方の、準備どうでしょうか。大丈夫ですか。はい、じゃあ北九州高専のチーム聞こえますか。音声が今ちょっとオフになってますが大丈夫でしょうか。北九州高専応答お願いします。はい、大丈夫でしょうか。準備、あ、ストップストップ、終了終了、始まるよ。はい、北林高のチームどうでしょうか。大丈夫です。大丈夫ですか。はいはい、北九州高専大丈夫ですか。大丈夫です。はい、それでは始めます。 3,2,1 スタート。残り8分です。北九州高専のチームをしっかりと今取れてますね、しっかりと今動いております。よこいつだ。しっかりと全部取れてます。入りました。はい、終了です。
残り6分です。はい、こちらの北九州高専チーム終了です。はい、また全部根こそぎ取ってたって感じですかね。うん、結構激しく取ってますね。激しいですね。まあそこがやっぱりトマトを大切に扱うどうかっていうところの、まあ植物を大切に扱うかっていうところなんですかね。これからの課題。